昨夏2023 24から24年シーズン開幕直後の8月19日、ホームで行われたブライトン対ウルバーハンプトン戦の15分、左サイドでボールを受けた三オ薫は敵の守備陣に向かって前進し始めると、一気に加速した。そして1人目のディフェンダーを抜き去り、さらに止めに来た2人目、さらに3人目に肩に手をかけながらも力強く振り切ってボックス内に侵入。 飛び出してきたゴールキーパーの動きをしっかりと見据えて、最後は倒れながら右足でシュートを放つ。ゴール右隅に突き刺さった日本人ドリブラーにとっての今季初得点は、鮮やかなソロゴールだった。昨シーズン、瞬く間にスターダムを駆け上がった三笘が、今季も調子を維持している、いや、さらにそれ以上の進化を遂げていくものだと思わせた、決定的瞬間だった。スピードに乗った際の彼のドリブルは、 対峙するディフェンダーにとってのの最大の悪夢だ1対1の局面ではさらにおののかされてしまい、職場放棄をしたくなるほどだろう。そんな場面を目の当たりにしたブライトンサポーターたちは、昨季の41試合で10得点、8アシストを大きく上回る活躍を必然的に期待した。イングランド国内のフットボールファンたちは昨季、 極東からやってきた才能豊かなオールドスタイルのウインガーを称賛し続けた。サイドに張ってボールを受け、対戦相手のディフェンダーに積極的に迫り、襲いかかるかのように仕掛けていく。最近のサッカーでは見かけなくなったタイプのプレーヤーである。米国の著名な詩人、ロバート・フォレストの代表的な作品のフレーズを引用すれば、ミトマは森の中の分岐された道。で、 あまり選択されない道を選んだけうな存在と言える18歳の時幼い頃から所属していた川崎フロンターレからトップチームへの昇格すなわちプロフットボーラーとしての契約を打診されたが大学進学を選んでいるさらに筑波大学体育専門学群ではドリブルに関する卒業論文を書くというここでも非常に稀な内容を選択した しかしそれが現在の彼のサッカーの礎となり、違いを生み出している。